東原の後、そうだよね、向こう行って内職代わりにやって、そうだよね、ラッパ、ソッパといった忍者を使って、そうですよね、祖国の情報を集めさせて、それを売って金を稼がして、ね、うんうん、それで生活費の当てにしてたのが真田紐ですから、ね、そうですよね、まあ、そうじゃなくて24万両両、うん、それじゃ伊達家となんか似てますね。200億円ぐらいの金持ってた。でこれは上田に伊達家のね金です。あ、上田と沼田を治めてた時の金ですからね。あ、そうだよね、上田真っ白で儲けた金じゃないです真っ白で儲けようって、儲ける少し取ろうって取るものはない。